ユリウス・ベルハウゼンは、ドイツの神学、聖書学、東洋学、言語学の学者、トーラーの批判的研究で著明。ベスト・ファーレンのベーザー・カワホトリのハーメルン出身、ゲッティンゲン大学で進学を収めた。1872年に、グライフスバルトの大学において、進学の教授となる。1882年に辞職して、ハレの大学で、文献学部で、 東洋言語学の院外教授に就任。1885年にマールブルクで聖教授になる。1892年にゲッティンゲンに転勤となり、そこで生涯を終えた。ベルハウゼンは、旧約聖書士やトーラーと吉明の構成に関する批判的研究、とりわけトーラーの起源についての論考で著名であった。彼はトーラーの著述者がより構成であったはずの、 イスラエル王国について記していると述べている。これにより彼は、トーラーの起源が従来伝えられていたよりも、広大のものであると解釈したのである。また、モーセ語書のモーセ記者説否定の根拠として、モーセの時代には文字がなかったとも主張したが、これは他の学者たちの研究によって否定されている。ベルハウゼンは、パリーサイ派とサドカイ派、イスラエル氏などで、 モーセ後書の立法よりも預言者、エレミアの個人的経験を重視し、さらに、神明記などの最初法典は、バビロン補修後に成立したと見た。ベルハウゼンは、6世紀頃から、ユダヤ教は古代イスラエル宗教を圧迫し、最初階層が預言者をとどめを刺して、立法が固定されたとして、このことによってパリサイ派は権力を把握した一方で、 精神的イスラエルとしてのキリスト教が成長したと見た。また、アラビア語で唯一神を示す、アラーフの語源については、神を意味する普通名詞のイラーフに定冠し、あるをつけた、あるイラーフが短縮されたものである、という説を唱えた。この説はムスリムに、受けが良く、今日しばしば見聞きする解釈である。ベルハウゼンの学説は、ニーチェ、ベーバー、フロイトにも、 大きな影響を与えた。上山康都市2005、P174、上山康都市2005、P175、上山康都市2005、P139。ありがとうございます。